ところで、このカードって3枚あるけど、残りは何に使うのか知ってる？1枚は私がいた部屋で使うものだと思います。3枚目はよくわかりませんが。上白さんがいた部屋？はい、私が最初に目を覚ました部屋があるんです。そっちは確認しなくていいの？さっきの部屋には結局出口はなかったわけだけど、その部屋に何かあるかもしれない。あそこは最初に探しているので。もしかしたらメモが置いてあるかもしれません。メモが置いてある？はい、時々誰かが書いたメモのようなものが置いてあるんです。ひょっとしたら。だったら確認した方がいいな。部屋はどっち？はい、こちらです。どうしたの？開かなくなってます。貸して。どうして？ドアを間違えてるんじゃない？そんなはずはありません。だけどどうして？こっちが移動してるんじゃないのか？どういうことですか？上白さんは行き先が変わってるって言ったけど、そうじゃなくて、このカードを使った部屋、今回だとスタジオが移動したんじゃないかな。ちょうどエレベーターみたいな感覚で動いたのはスタジオだけだから、今はこのドアの先には何もない。だから開かないんじゃ。そうなのかもしれません。部屋が揺れるのも移動しているのだと考えたら。一度戻ってみよう。そこで上白さんの部屋が見つかれば、この考えを証明できる。またあの殺人鬼が現れるかもしれない。部屋までついていくよ。殺人鬼ですか？むしろ殺人鬼以外の何かに見えた？いえ、全く。行ってみるしかないか。危なそうだったらすぐに引き返そう。いい？はい。
大丈夫みたいです。そうだな。今度はちゃんと入れるかな。僕の考えは間違ってるわけじゃないみたいだね。そうみたいですね。よし、じゃあ僕はスタジオの方を動かしてくる。向こうもですか？さっきみたいに片方の部屋に入れなくなるのは面倒だし、この先何が起こるかわからない。両方動かしておいた方がいいだろう。そうですね、わかりました。やっぱり。どうかした？あの人って金城さん？どうして？男の人が苦手だから？ごめん、だけどここから出るのに必要なことだから。ただなるべく気をつけるから。我慢させちゃってごめん。しましたか？いや、なんというか、これを見てほしいんだ。これは写真ですか？みたいだ。さっき部屋に戻ったらいつの間にか置いてあった。いつの間にか？私の部屋と同じ。あの、見せてもらってもいいですか？ああ、もちろん。これ、金城さんですよね？そう、みたいだね。猫ですか？かわいいですね。そうだね。これは僕が記憶を失う前の写真ってことになるのかな。おそらく。もしかしたら金城さんの記憶が戻るかもしれませんよ。
そうか。だけど今のところ何も思い出せないな。それにしてもどうして僕が猫と写っている写真がここに置いてあるんだろう。そういえばなぜでしょう。千鶴が置いたのかもしれません。何のために。これも実験の一環ってことなのかな。金城さんに記憶を取り戻させたいとか。前に亀城さんが言ってた失った記憶に鍵があるってやつか。おそらくそうなんだと思います。これって猫が死んでしまったってことですか。花が添えられてるくらいだからそうだろうね。どうしちゃったんでしょうか。猫が死ぬ理由としては交通事故が多いらしいけど、この写真だとよくわからないな。そうですね。しかし僕が猫好きだったことはなんとなくわかったけど、上白さんと結びつきそうには思えないな。ちなみに猫を飼ってた覚えはある？いえ。本当にこれが手がかりになるのか自信がなくなってきたな。ごめんなさい、私が何も覚えてないから。それを言ったら僕も同じなわけだし。それよりメモあった？はい、これです。つまりこのメモを信用するなら、昔この辺りで魔術だかなんだかの研究をしていたってことか。そうみたいです。それはその時の誰かの日記のようです。魔術ね。ここに来る前だったら絶対に信じなかっただろうね。私も。ただ確かに何かありそうだし、見つけたら確認していった方がいいかもしれないね。そうですね。とりあえず先に進もうか。はい。なんだあいつは。待ってください、あの人は危険です。どういうこと？千鶴の仲間ってこと？おそらくあの人も多分怨霊だと思います。なるほど。ならまずはあいつを何とかしないといけないのか。
上白さん、危ない。やっぱりこいつを何とかしないと奥に進むこともできないな。そうですね。倒せたのか。おそらくこれでもう大丈夫なはずです。この中のどれかにカードが入っているのかな。
人情さん、これが目印なんだと思います。目印？スタジオで映ってた白いモヤみたいなものか。おそらく。ようやくカードが手に入った。そうですね。とにかくこれで先に進めますね。そういえばこれが3枚あるってことは、僕ら以外にももう一人誰かがいるってことなのかな。そうなのかもしれません。ただ私はまだお会いしていません。そうか。早く合流した方がいいですよね。そうだろうね。僕みたいに部屋の動かし方がわからず立ち往生しているかもしれないし。上白さん！